この楽しみのために気合を入れてやってきたよ。もうちょっと寒いな、汗びっしょり。まだシャワー浴びてないです。とりあえずこの一杯が飲みたくてね、汗かいてるわ。冷たい。で今ここの気温が14度。疲れたな。本当疲れた。この毎日。でもやっぱね、本当やっぱ2月に入ってくるとやっぱ気温が上がってきてるのがわかるね。なんか沖縄の気温ってこう一気にガーッと下がる時がババッとあって、だいたい2月ぐらいからこう徐々に上がってくるね、見せるとね。これを。草刈りというか、草刈り、草抜き、草運び、この3連発をずーっとやってるんですよ、毎日。疲れる。手に、ここに豆できて、それが潰れて、ずーっとやってるから、今度硬くなってきて。硬くなって、潰れて硬くなって、ここの3つぐらいだね。ここが潰れて硬くなって、ここも硬い。疲れます。あと10日ぐらいやったら終わるかなって感じですかね。数えてみ、大体こう、残り、こう、なんていうの、雑草生えてる場所あるんじゃないですか。その雑草は今日これぐらいして、結構やったなと思ったのを、こう、ポン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 出していくと、あと10日ぐらいあれば終わるのかな。でも10日っていうのは今から10日間でもなくて、今から10日間じゃなくて、10日間あれば終わるだろうと。まあ、そのうち大雨が降ったらいけないけども、まあ、小雨ぐらいだったら行って終わらせないと、やっぱ気温が、俺毎年ね、気温が上がってくると焦っちゃうんですよ。あ、やんなきゃなっていう。疲れてます。で、あまりにも疲れて、今日100円玉持って行ったんですよ。なんで100円玉持って行ったかっつうと、もやしを買いたかった。でね、もう最近すげえ疲れてるでしょ、なんか。もうものすげえ、もうほんと気合入れてやってるんですよ、俺。こうやって、草刈り機は使ってないんですよ。こう、半突きみたいなやつの長いやつを使って、もう超大振りのスイングするんですよ。だから、旗から見ると、まあ人はいないんですけど、旗から見ると、いや、こいつ、草刈りなんかちょっと間違ってんじゃないのって思うぐらいフルスイングにして、こうやって、ブワンって振るんですよ、俺。こうやって。こうじゃないんですよ。こうやって、ブワン、これを何度もやって、ブワン。だからこの左手に豆ができるって、ブワンって思いっきり振るでしょ、フルスイング。で、フルスイングして、こうトップの雑草をバーって切っていくわけ、こうやって。切っていって。で、今度ちょっと週間ぐらいまで行って、この根元から行くっていうのは、なんかあそこの雑草ちょっとね、なんかこう特殊っていうかね、なんか下の方に木とかがうなってんですよ。なんかこんな太い木いっぱい、なんか、ま、以前倒れた木なのか放置された木なのかわからないけど、そういうのがガンガンこうなってて、そこにこう枯れた雑草みたいなのがこうつる系がうわーって重なってるんですよ。だから変な話、マシンじゃできないんですよね、もう上の葉っぱしか。だからもうこれでバン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 どつきながら、もう吹っ飛ばしてるみたいな感じ。ちょっと硬い木材とかが下に落ちてるんで、そういうのももう雑草と一緒にこうぶった切ってもう押すみたいな。でもグワーッてずっとやるんですよ。で、疲れるでしょ、ずっとスイングしてたら。ずっと疲れるから、ある程度やって、わーってなったら、今度は根元、その雑草の根元にこう、
密集してるわけね。こうぐーっと雑草が。そいつを見つけて、今度スコップで掘り起こすの、土から。根元のその根っこごと。で、それをこう探しながら根っこを探してどんどん抜いていって、今度は端っこにやって、また今度雑草集めて雑草をバーッと持ってこう、雑草のところにこうぶん投げて、で、またフルスイング。このパターンです。フルスイング、掘って、運んでっていう、ずっと繰り返し。ただね、これね、今が一番やりやすい、まあ、暖かくなってきてるから、本当はもう今も植え付けていきたいんですけど、追いついてないですよね、今ね。本当、もうちょっと寒い時期にやっとけばよかったんですけど、あまりにも寒くて、ね、今もう焦ってやっちゃってるんですけど、やっぱもう暖かいですよ、昼間ね。でもこれ、もう本当、一気に暑くなってきたら、とてもじゃないけど、蚊とかが大発生するでしょ。もうこの辺でブーンって言うし、もう体中かゆい、もう今日も体中かゆいわけよ、その雑草やって、もうなんかいっぱいファーって飛んでんじゃん。なんかこの辺とかも、この辺とかもかゆくなってくるわけ。あと10日間、早くて、1週間じゃ終わらんかな。ゴミもすごいからね。まあ、10日間あれば終わるかなと計算してて、もうとも早く終わらせないでね。もう、うちで苗が準備してあるんで、それを植え付けていって。まあ、やるほど。やっぱこういう、なんつうの、春が一番忙しいんじゃん。こういう植物って違うのかな。植え付け時期っつうの。そんな気がするけどな。まあ、植物にもよるんだろうけども。でもやっててさ、なんかもう、疲れた。水飲みたいと思うじゃないですか。まあ、水持っていたいんですよ。多少寒いから。で、疲れたなと思って水持っていこうかな、どうしようかなとか思いながら、帰ってビール飲みたいなって、もうそれまで我慢しようって、それをこう我慢しながら、で、帰りにもやしを買って帰って、で、ニンニクがある、この前もらった青森産のニンニクがあるんですね。で、それともやし炒めして、ああ、そういえばなんかタレももらってたよなとか思って、それタレかけて食ったビール、本当はこれ食べたかったんですけど、もうなんかもう、あまりにも疲れてて、なんかこう、作ってる時間よりもさっさとちょっと一口飲みたかったな、みたいな。今年っていうか、これから先ね、残り限られた人生を、もっと、あれ？まあ、残り限られた人生で、ね、もっとなんつうの、環境活動を活発化させていこうっていう決心を今、つけたところですね。そんな感じ。まだ詳しいことを話します。ちょっと過激な発言をする。なんかその方が自分らしい。今までこう、なんつうの、こう、やっぱどっかでこう、抑えてた自分があるんですけど、やっぱ自分らしくないね、そういうのね、なんか。そういうのを考え、このクソみたいな世の中に、ただ自分の、ね、思う活動内容っていうのを活発化させ、まあ自分なりの、スタイルで、まあ何も変わんないよね、このクソみたいな世の中ね。でも人間がいる限り、ね、だからといってね、目を閉じてってもいけないし、耳を塞いでてもいけないわけですよ。
人間ってね、終わってるよね。人間って自分らがいいように解釈して、都合がいいように喋んじゃん。人間の、思うように、都合がいいように話して、地球に耳を傾けないこの悲しさ、悔しさっていうのは、黙ってるわけにはいかないよね。と思う。もやしこ、シャワー浴びてもやしこ、あと10日で終わらせる。